60代の女性がマイナス24キロ達成、おめでとうございます。すごいです。この方は以前出した肩甲骨ストレッチをやり始めて8キロ痩せたそうなんですが、そこからさらに自宅で有酸素運動を組み合わせたところトータル24キロ痩せたそうです。そこで今回は痩せ効果を倍増させる自宅で簡単な有酸素運動と肩甲骨ストレッチ紹介するので、ダイエットが停滞気味の方、他に運動ないかなと探してる方、ぜひ一緒に頑張りましょう。床に座った状態で柔軟性チェックしていきます。手のひらと肘をしっかりつけたままグッと上げます。肘が目線の高さぐらいまで来てほしいですが、皆さんどうでしょう、できますか？横から見るとこんな感じです。手のひらと肘しっかりつけた状態でグッと持ち上げる。肘が目線の高さぐらいまで来てれば OK です。どうでしたか、できましたか？ビフォーアフターで比べてみましょう。ではまずは手を肩に添えて大きく後ろ回ししていきます。早く回すことが目的ではないです。ゆっくり大きく普段動かさない範囲で回しましょう。なるべく肘を高く上げて肩甲骨をグッと寄せる。座り方は正座でも長座でもあぐらでも楽な状態で OK です。肘を高く上げて肩甲骨をグッと寄せる。高く上げて肩甲骨寄せる。肩痛みがある方は痛みない範囲で回しましょう。大きく大きくなるよって方は痛みがなければ大きく回して OK です。よし OK。 そしたら次は右手右肘床についていただいて左手万歳しましょう。指先をなるべく遠くに向かってぐーっと伸ばすと左の脇腹脇の下あたり伸びてくると思います。広背筋という背中の大きい筋肉をストレッチしてます。でどの方向が正解でもないので斜め前に倒したりとか真横に倒したりとか、あーこの角度伸びるなーって位置を探しましょう。指先をね誰かに引っ張られてるイメージでぐーっと伸ばすとより伸びてきます。呼吸は止めないようにしましょう。よし OK。 次反対いきます。左手左肘床についていただいて右手を上げて伸ばします。なるべく指先遠くに向かってぐーっと伸ばしましょう。脇腹脇の下伸びれば OK です。最近よく質問いただくのが、この時に反対側のこっちのお尻がこうやって床から浮いちゃうんですけどいいですかって質問いただきます。全く問題ないです。脇腹脇の下伸ばすことが目的なのでお尻は浮いてもいいです。呼吸止めないようにして、もしきつかったらね再生速度調整したりとか途中でサボりサボりやりながらやりましょう。 OK。 そしたらこのあぐらみたいな状態から、右足を左こっちに持ってきてこの足をお腹にグッとつけます。右のお尻伸びる感覚あれば OK です。最初に上半身の柔軟性チェックを行ったんですが、なんでお尻伸ばすかっていうと、この上半身の筋肉がねお尻からついてるんです。広背筋って大きい筋肉が、なので関係するのでしっかりお尻伸ばしましょう。なるべくこの足をお腹につけると伸びます。いまいち伸びないよって方はこの右足ちょっと前こんな感じでも右のお尻が伸びてれば全く問題ないです。 OK。 逆足いきます。左足を右こっちに持ってきます。でこの足をお腹にぐーっとつけます。左のお尻伸びれば OK です。なるべくピンと胸張って姿勢よくしとくとねより伸びてきます。余裕がある人は足をお腹にぐーっとつけてあげるといいです。きつい人は足こんな感じでもいいです。目的は左のお尻伸ばすことです。呼吸は止めないようにして、きつかったらね再生速度調整したり各種目の最後の10秒サボったりするとだいぶ楽になります。肩はね力入れないようにして呼吸を止めないようにしましょう。OK。 そしたらあぐらとか正座とか楽な体勢で座って後頭部で手を組んだらおへそを覗き込む。ゆっくり反らせる。おへそを覗き込む。ゆっくり反らせる。呼吸は止めないで。スピードはね大切じゃないです。普段動かさない範囲までしっかりおへそ覗き込んでゆっくり反らせる。肩腰痛い方は痛みない範囲で OK です。反らせる。しっかりおへそ覗き込む。ゆっくり反らせる。呼吸は止めないようにしましょう。よし OK。 そしたら次は一回足伸ばしましょう。そのまま長座体前屈ゆっくり前に倒れましょう。反動つけて OK です。これ今までもやってるんですが最低ラインは指先がつま先触れるぐらいです。理想はねこの手首がつま先触れるといいと思います。
そんなにギューって筋トレみたいに頑張るというよりかは、頭を下げて反動つけながらね、こうやって前に倒れていくとちょっとずつ柔らかくなってきます。なるべく膝が伸びてる方が効果的です。ふう、呼吸止めないようにして、きつかったらサボっていいですからね。 OK、 そしたら次、二の腕ストレッチ。右手を上げて左手で右肘をつかみます。で、右の二の腕伸ばしてます。ちょっと体をね、左に倒してあげたりすると脇の下ぐらいまで伸びると思います。後ろから見るとこんな感じです。余裕があれば右手で肩甲骨触ってあげると、よりね、二の腕脇の下伸びてきます。余裕があれば体ぐーっと左に倒すといいと思います。ただね、肩腰痛みがある方は痛みない範囲で行いましょう。呼吸止めないようにしましょう。よし、 OK、 逆いきますよ。左手上げて右手で左肘をつかみます。左の二の腕脇の下伸ばしてます。皆さんついてきてますか？でね、余裕がある人はこの左手で肩甲骨触っておくとより伸びます。さらにね、体を右に倒したら伸びてきます。結構ね、短い時間にたくさんストレッチ詰め込んでるので、再生速度をね、自分のやりやすいように調整したりすると最後まで完走しやすいと思います。呼吸を止めないようにしましょう。よし、 OK。 そしたらまた楽な状態、正座、あぐら、何でもいいです。横に手を広げて手をねじる、内外にねじる、こんな感じです。見えますか？呼吸は止めないようにしましょう。ゆっくりです。内外にねじる。これもスピード勝負じゃないですよ。普段動かさない範囲までしっかりねじることが目的。きつい。最後の10秒はサボってもいいですからね。呼吸止めないで頑張って。でね、この動画基本的に座り方、さっきからお伝えしてるんですが、正座、長座、あぐら、何でもね、皆さんが楽な体勢で座っていただいて大丈夫です。 OK。 そしたら次、後頭部でこんな感じで手を組んで、で、右肘をぐっと下に下げる。右の脇腹を使います。ぎゅーっと右の脇腹縮まってる感じありますか？真横にね、体倒すイメージ、こうやってぎゅーっと、途中で一回戻してもいいです。肘を下にぐっと下げて脇腹を使う。ふー、斜め前に倒すんじゃなくて真横に肘倒すイメージ、脇腹使う感じありますか？きついきつい、ほほ、きつい。右の脇腹がぎゅーって縮まってれば OK。 ふー、頑張れ頑張れ頑張れ。OK、 できました。難しいですよね、ちょっとね。よし、じゃあ反対いきますよ。このまま左の真横に肘を下げる。ふー、左の脇腹使う感覚ありますか？右の脇腹伸びます。左の脇腹を縮めてます。ふー、呼吸止めないで。これもね、お尻多少浮いてもいいです。この左の脇腹ぎゅーっと縮まる感覚ありますか？ふー、肘はね、こうやって真横に下げるイメージ、斜め前に倒すといまいち感覚ないと思います。真横にぎゅーっと、はぁ、きつい。呼吸止めないで。ふー、頑張れ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 。 OK、 使う感じありましたか？で、脇腹使ったんで、ちょっと一回伸ばす意味も含めて両手でバンザーイ、限界までバンザーイ、ギューッと上まで上げてストンと落とす。バンザーイ、肩腰痛い方無理しないで、上から手のひら、手をね、誰かに引っ張られてるイメージでバンザーイ、ストンと落とす。痛みある方無理しないで、限界までバンザイ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 、頑張れ、ストンと落とす。あと2回いきましょう。バンザイバンザイバンザイ、限界までバンザイ、指先誰かに引っ張られてるイメージ、ストンと落とす。バンザイ、ラスト1回、バンザイバンザイバンザイ、限界まで上げて、よし、 OK、 お疲れ様でした。最後に柔軟性チェック一緒にやってみましょう。楽な状態で座って、手のひらと肘しっかり合わせたままぐっと持ち上げます。肘が目線の高さまで来てれば OK。 皆さんどうですか？僕はだいぶ行きやすくなりました。これ腰肩痛い人無理しないでくださいね。横から見るとこんな感じです。手のひらと肘つけたまま上げる。目線の高さまで肘が来てれば OK。 よし、 OK。 上向きに寝てスマホを見ながら、まずは両足を持ち上げてぐっとお尻浮かせましょう。つま先前に倒してパタパタしてきます。つま先前に倒しておきましょう。足つりそうになる方、つらない範囲で行っていきましょう。しっかりつま先前ですよ。しっかりパタ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 、腹筋も意識していきましょう。
次足下げずにこのままやっていきます。次はつま先手前にグッと引いた状態でパタパタです。つま先は自分の方にグッと引いた状態で行いましょう。ふう、ちょっとねお尻持ち上げておくと腹筋にも効きます。つま先しっかり自分の方向けて頑張りましょう。ふう、頑張って頑張って。ふう、きつい、しっかりパタパタ、お腹意識して。よし、 OK。 一回足下ろして、次はねつま先は自分の方向けたまま膝開いて伸ばしきる。つま先は自分の方引いといて、ふう、ぐっと伸ばしきる。今までもやってる種目なんですが、つま先は自分の方にぐっと引いておきましょう。これだけで一気にきつくなります。頑張って。ふう、きつい。ラスト1回しっかり伸ばしきる。 OK。 休憩ストレッチ、足肩幅に広げて左右に倒していきましょう。ふう、皆さんついてきてますか？海外と日本の一番の違いはね、このね足指なんです。海外の種目はつま先を前に倒したりとか手前に引いたりとか、その状態でね行うので、かなり強度が増します。一緒に最後まで完走できるように頑張りましょう。よし、 OK。 よし、次はもう一度足を持ち上げて片足ずつキックキック、ふう、キック、ふう、伸ばしきる、ふう、キックキック。このね伸ばしきるのが結構大変です。ふう、ゆっくりでもいいですよ。ふう、ふう、もしねきつい人、もうちょい低い高さ、これぐらいでもいいです。しっかりキック、前のキック、ふう、呼吸は止めないようにして、ふう、ふう、腰が痛い人、お尻の下に手を入れても OK です。ふう、キック、伸ばしきる、ふう、きつい、ふう、腰痛い人無理しないで。よっしゃ、 OK。 一度足を下ろしたら、もう一度足を持ち上げます。つま先手前に引いたまま足を伸ばしきる、伸ばしきる。つま先は自分の方向けておきましょう。ふう、膝の裏、ふくらはぎが伸びます。ふう、しっかり伸ばしきる。ふう、腰が痛い人無理しないで。ふう、お尻の下に手を入れても OK。 ふう、しっかりつま先手前に引いておいて膝伸ばしきるとふくらはぎ伸びます。つま先自分の方向けるの忘れずに行いましょう。ふう、頑張って。ふう、ふう、 OK。 次、休憩の種目です。つま先外にグッと向けましょう。外を向けたままお尻にグッと力入れましょう。緩める、お尻に力入れる、グッと、お尻の穴をグッと締める感じです。ふう、内ももにも力入る感じあるとよりいいです。ふう、つま先外向いておいて、ふう、お尻にグッと力入れる。ふう、つま先がね外向いてないとお尻に力が入りません。しっかりつま先外向けておきましょう。ふう、よし、頑張って。よっしゃ、 OK。 次は右足を左足の上こうやって乗せておいて、膝を開く、伸ばしきる、膝を開く、伸ばしきる。ふう、しっかり伸ばしきる。腰痛い人ね無理しないで、低いところでやってもいいし、お尻の下に手を入れても OK です。もしくはね枕とかクッションをお尻の下入れても良いと思います。ふう、しっかり膝開く、伸ばしきる、繰り返していきましょう。ふう、頑張って。かなりきついですよね。僕もね海外きついとは思ったんですけど、こんなにきついとは正直思わなかったです。ふう、ラスト1回 OK。 次、足を下ろして左足を右足の上に乗せます。そのまま膝を開く、伸ばしきる、膝を開く、伸ばしきる。頑張っていきましょう。ふう、腰痛い人無理しないでくださいね。ふう、しっかり腹筋に力入れておきましょう。ふう、この次休憩の種目なのでちょっとね頑張りましょう。で、この動画自体がすごいきついので一種目丸々サボってもいいし、最後の10秒だけサボってもいいです。自分がね習慣化しやすいようにアレンジしてみましょう。ふう、しっかり伸ばしきる、曲げて、伸ばしきる、 OK。 足下ろしましょう。膝曲げたままつま先をしっかりグッと上げる、見えますか？つま先上げる。ふう、これ休憩の種目です。しっかりつま先上げる。ふう、でさっき言った通り海外の種目ってつま先をね手前に引くか前に倒すかどっちかしたまま行うのがすごい多いんですが、ちょっと調べたらね海外ってあんまりヒール、ハイヒールを履く文化がないみたいなんですよね。
だからハイヒールを履く文化がないってことは、つま先がねこっちに倒れるって日本の女性よりも少ないはずなんです。だからつま先を倒すって種目がもしかしたら入ってるんじゃないかなっていう予測です。 OK、 じゃあ次足パカクロスやっていくんですが、グッと上げて足パカしてクロスさせるんですが、つま先は前に倒しとく。足パカクロス、ふう、つま先しっかり前倒しておいてくださいね。ふう、向こうにつま先倒します。ふう、クロス、ふう、バレリーナみたいですかね、ちょっとね。ふう、足つりそうな方つらない範囲で OK です。ふう、ふう、頑張ってつま先ちゃんと向こう向けといて。ふう、めっちゃきつい。ふう、腰痛い人も無理しないで OK。 次横向きになります。右足下にして横向きになりましょう。スマホは床に置きましょう。いつも通り膝90度に曲げておいて、浮かせたままグッと、わかりますか。ふう、こっちは浮かせときます。膝は床につけておいていいですけど、こっち浮かせておく。ふう、膝と膝離す。ふう、お尻使ってる感覚ありますか。ふう、こっち浮かしてるからね、普段よりきついと思います。ここ使ってます。ふう、ついてこれてますか。ふう、頑張って。ふう、きつい。ふう、頑張って。よし、 OK。 足下ろして右足は前に出しておいて、左足をキック、曲げてキック。ふう、しっかり伸ばしきる。ふう、何か家がね、家の中で物に当たらないようにしっかりキック。ふう、伸ばしきる。グッと曲げて伸ばしきる。余裕がある人はしっかり曲げてしっかり伸ばしきる。頑張っていきましょう。ふう、きつい。ふう、しっかり伸ばしきる。呼吸止めないで、きつい人サボっても OK です。ふう、ラスト1回しっかり伸ばしきる。そしたら上半身を起こします。右手をこんな感じで肘もつけておきましょう。この状態で左足真上に上げる。ふう、上げる。ふう、上半身をねこうやって起こしておくことによって脇腹にも効いてきます。ふう、きつい。この肘つく位置は肩の真下が良いと思います。ふう、真上に上げて、ここ使ってれば OK。 脇腹にも効きます。頑張りましょう。ふう、この次の種目逆足いくので皆さんは寝返り打ちましょう。ふう、ラスト1回しっかり上げて OK。 僕は見やすいように向きを変えます。左足を下にして横向きに入れましょう。膝は90度に曲げて、浮かせたまま膝と膝離す。ふう、離す。お尻の横を使う感覚ありますか。ふう、きつい。ふう、ちょっとですね、海外版作って後悔してます。こんなにきついと思わなかった。ふう、頑張って。お尻しっかり意識して、きつい人はね最後10秒サボる。ふう、最後まで完走することに意味があるプログラムになってます。 OK。 次左足前に出して、右足曲げる、キック、曲げる、キック。ふう、伸ばしきる。ふう、物に当たらないようにしてくださいね。物に当たらないように。ふう、伸ばしきる。ふう、キック。ふう、呼吸は止めないようにしましょう。ふう、ちょっとねいつもと違う動きかなり入ってるので、皆さんもね明日筋肉痛来るかもしれませんが、筋肉痛はね来た方がいいです。普段使えてない筋肉を使えてるっていう証。伸ばしきる。ふう、伸ばしきる。ラスト1回グッと伸ばす。これで次左手こんな感じでつきます。肘もついちゃって上の足を真上に上げる。ふう、お尻の横と脇腹に効きます。ふう、体が後ろに倒れちゃうと良くないです。体はちゃんと立てておく。骨盤が後ろに行かないようにして真上。ふう、ここ使って脇腹も頑張って。ふう、グッと。ふう、きつい。ふう、頑張って頑張って。次の種目からうつ伏せになりますよ。ふう、ちゃんとうつ伏せになる時間取るので安心してください。 OK。 うつ伏せになりましょう。スマホは顔の前置いておきましょう。そしたら膝同士つけたまま膝90度に曲げます。グッと曲げ切って伸ばす。裏ももお尻使ってしっかり曲げ切る。伸ばし切る。曲げるときにお尻の穴グッと締めるイメージ。ふう、裏ももお尻使う感覚あるわ。 OK。 ふう、
裏ももお尻を使う、お尻の穴締める、伸ばし切る、ぐーっと裏ももお尻使って頑張って、しっかり曲げ切って、ラスト1回曲げますよ、しっかり裏ももお尻使ってぐーっと曲げ切る、オッケー。次プランク、きついバージョンいきます。肘を肩の真下につきましょう。プランクの状態まず作りましょう。このまま左足開く、右足開く、左足開く、ふう。きつい人はこうやってプランクキープでも OK。 腰にね力を入れて、なるべくこうやって腰丸めておきましょう。ふうふう。余裕がある人こうやって左右に振って、ふう。もしくはねきつい人膝ついちゃってもいいです。ふう。腹筋使って腰丸めておくと腹筋に効きます。オッケー。次はですね、こんな感じで足の裏合わせます。できましたか？足の裏合わせたら、裏ももお尻使って足を上げる、ふう、上げる、ふう。お尻使う感覚ありますか？ふう、ふう。で、腰痛い人無理しないようにしましょう。ちょっとねどうしてもこの動き腰が反るので、腰痛い方は痛みない範囲で OK。 お尻使うことが目的。ふう、頑張って、ふう。この次から最後締めのねストレッチなので、きつい種目はこれでおしまい。ラスト1回 OK。 じゃあ次は左足を右こっちに持ってきます。これはいつものねお腹ストレッチ、左のお腹伸びれば OK。 ふう。つま先なるべく遠くに向かってぐーっと伸ばしていきましょう。伸びますか？左のお腹。ふう。呼吸を止めないようにしましょう。ふう。ここがね伸びてればそれで OK。 ふう。OK。 次逆足いきます。右足を左こっちにねじります。右のお腹伸びれば OK。 ふう。つま先なるべく遠くに向かってぐーっと伸ばすと、より右のお腹伸びてきます。でもね腰が痛い人もいると思うので、無理ない範囲で行っていきましょう。ふう。皆さんこの海外バージョンどうでしたでしょうか？ぜひね感想を一言コメント欄にいただけると助かります。ちょっとねかなりリサーチに時間がかかったので、種目も多くなっちゃったんですけど、皆さんの率直な感想をお待ちしております。ふぅ。OK。次はですね、耳の横に手をついて、ぐっと上半身を起こします。肘伸ばし切りましょう。腹筋が伸びます。腰が痛い方は、肘ついちゃっても OK。ふぅ。ちょっと顎を持ち上げると、腹筋が伸びてくると思います。ふぅ。呼吸は止めないようにしましょう。あのやっぱりね、英語、特に英語圏の足痩せはね、すごいきつくて、すごいいろんな種類あるので、一応ね、参考にした動画概要欄貼っておくんですけど、皆さんもね、余裕があればぜひ参考にしてみてください。OK。次は左手で左の足首掴んで、前ももストレッチ。これで本当にもうおしまいです。ふぅ。しっかり左足首をお尻に近づけて、左の前もも伸ばしていきましょう。ふぅ。膝、腰、痛い方は痛みない範囲で行っていきましょう。左の前もも伸びれば OK です。どうしてもね、足パカとか、仰向けでやる種目が前ももを結構使う種目なのでね、最後にこうやって前ももストレッチ入れてあげることで、筋肉太りもね、防げます。よし、OK。最後、右手で右足首掴みます。しっかりね、足首、お尻に近づけて、右の前もも伸ばしましょう。いや、でも本当に海外の足痩せ動画ってすごい数が多いので、なんかリサーチに結構時間かかるんですけど、皆さんがもしね、この動画良ければ、いいなってコメントがあれば、今後も海外のね、腹筋とか海外の背筋、二の腕痩せなんかも出していこうと思います。で、もしもこの動画でも物足りないって方いたら、概要欄におすすめの動画貼っておきますので、追加でやってみましょう。で、ツイッターとインスタも僕やってるので、概要欄貼っておきます。ぜひフォローお願いします。OK。お疲れ様でした。最後までよく頑張りました。素晴らしいです。自分自身に拍手しましょう。もう全然ズバラじゃないです。もしこの動画が良かったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。一緒に頑張りましょう。